だから UFJ 銀行を潰したのは意図的に潰してます。あれは私はちゃんと分析して本も書いてますから、どこ行っても議論をし、ですから議論をしますし、まあ事実ですから、はい、だからそういうことをして、それで結果的には小泉さんが何をやったかというと、金融機関は小さくしちゃって、レイオフだとか時価会計とか減損会計、うん、それから自己資本比率規制なんてやって、自己資本比率規制はね、ビス規制っていうので海外の銀行に適用するんです、はい、国内の銀行に適用するって義務ないんですよ。そうですね、ところが金融庁が当時それをやらったとか、うん、だから結局国内のね中小銀行なんかもどん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 規制される、信用組合まで、で結局それは、まあ、自己資本が小さくなると貸せなくなっちゃう、だから信用収縮感だと、はい、だもう一つもっと大きいね、小泉竹中の構造改革の失敗は、はい、要するに金融をしは緩和させます、はい、一方財政は絞ります、こういうやり方を取ったんです。でこれはねアメリカのマネタリズム、そうマネタリストのマネタリズムっていう考えで、はい、財政はね、まあ、もうしなくていいしなくていい、まあ、むしろ通貨の供給量だけでどんどん作られたいと、うん、あるいはまあ、フリーマネーの考え方ですよね、うん、まさにサプライサイドと言われる考え方、はい、でその結果どうなったかというと、結局デフレは全然解消しない、うんうん、だからそうですよ、ね、どころかその余った金日銀はどんどん増やして緩和して、で一時はね、日銀が当時やったのは銀行、地方銀行にある各銀行の預金を増やそう、うん、それで35兆で増やしたのです。でその35兆で、まあ当時国内のね銀行に貸して、銀行に対して国内の企業に貸してやってくれよと言ったけども、国内デフレなんだし、うん、財政デフレだしょ、だからなんか貸せない、まあ、輸出企業ぐらいしか貸せない、輸出企業って大手とか、まあまあ、中小があってもね、まあ、限らないと、で国内金融はどんどん抑える、輸出だけやったということや、それで結局、まあ、そこに余った金が余った、うん、余った金は全部日本の投資銀行ね、はい、モルガンスタンレーとかゴールドマンサックスという日本のやつらが中心になって、はい、集めた金を全部ニューヨークに送って博打をやったんだね、博打、だからニューヨークでそれがサブプライムローン、そうサブプライムローンなんかの原資になった金は3分の1は日本から来たっていうのはもう定説です、ですよね、私は去年行った時もそれ聞いたし、それでそういうことだ、だから小泉構造改革の失敗っていうのはね、デフレが進んでる時に財政を絞る、金融だけで解決できると言った、これが失敗だったということはもう実証される、これは歴史的事実大きいですよ、これは大失敗だったということは実証される。橋本政権の時のこと、それからまあ小泉政権のことを考えると、だって今現在も、ね、非常にですね、似たような時代層であると思うんです。橋本政権の時にはクリントン政権でした。でクリントン政権というのは確かに民主党で、今の、まあ、オバマ政権は民主党ですけれども、そのまあ、オバマとクリントンが似ているという話ではなく、クリントンというのは非常に反日的といいますかね、非常に親中でした、中国にすり寄る形、そして、例えば、まあ、去年ね、去年でしたが、小沢さんはですね、中国に大訪朝団、大訪中団というやつ、ね、600人連れて行ったというのが話題になりました、でこれが朝貢外交だとか、非常に批判されたんですけど。でクリントンというのはじゃあどうしてかというと1200人、それを倍するですね、大訪中団を作ってですね、しかも1週間もですねいたんですね。そうそう、これはビジネスマンからないから、トップの資本家まで全部いて、中国の対中ビジネス、これからも米中でやっていくんだということは分からさまし、さらに一番ショッキングだったのはですね、帰りがけ真珠湾にハワイ寄って真珠湾に寄るって話だったんですね。で真珠湾でいるっていうことはどういうことかというと、リメンバーバルハワイですよ、要するに日本こそは米中共通の敵、太平洋戦争というか、まあ、第一次大戦というのはアメリカと中国がですね手を組んで日本を叩き潰したという戦争でしたから、あれやったんでしたっけ、いや、やらなかった、さすがにそれはそうかなりました、それはやろうとしたはずです、でもやろうとしたんですけど、そこまでにはならなかったと、いうことですけれども、要するにとても危険な状態水域までですね行ったんですね、日本というものですね。だから実際にはこれは日本の新聞を読んでたりするだけでは、日本のメディアを読んでるだけでは、実はそのどれだけ日本がアメリカからどんな目で見られているかのリアルがわからない、それで言いながらこの時点で何が一方で安全保障面で起こったかというと、日米安保再定義ということがこの97年起きた、要するに日米安保というのはもうある種冷戦時代に作られたものはですね、米
冷戦の崩壊とともに一定の役割をある程度終えてるわけですね。普通だったらそこまでやらないで、じゃあ日本が自主防衛を一部やったスタートし始め、アメリカはこれ以上ね、日本をその過剰に守るとか、日本のところに日本に過剰にその軍事プレゼンスを拡大する必要はなかったかもしれない。ところがやっぱり、冷戦が終わるとともに、ユンサ複合体を普通だったら軍縮の方向に持っていくはずなんですが、平和の配当となるはずだったのは、これが平和の配当どころか軍縮複合体を拡大して残そうとした。だからそれのために、より過激なですね、戦争をアメリカは世界に求めていったわけですよね。それの結果がアフガニスタンであり、イランであり、イラクであり、でそのための中継基地として日本と列島というのは必要だったわけですから、日米安保ではなくて日米同盟というものに変質させていって、対象領域が極東ではなく全世界に広がり、そして、日本はアメリカの国際国益のための国際戦略にそれに従属してですね、助けること、日本を守るためにアメリカがいるよって話はもうなくなっちゃったわけですね。それが97年からスタートし、で05年の日米同盟の未来の変革と再編につながっていくんですけど、こういうこの軍事での動きと、そしてその時のこの経済の状態、あるいは外交の状態というものをちょっと重ね合わせて考えると、アメリカの国益、あるいはアメリカの、まあ、資本、巨大資本の資本の、まあ、都合によって日本の国内で使われるべき富をできるだけ細らせて、そして、結局は吸い上げてですね、彼らの、まあ、国益のために使う、もしくは彼らの博打のためというか強欲のためにですね、そのジャパンマネーを使うという動きがですね、非常にこう目立ってきたんじゃないかと、そのあたりから。だから純粋に国内のですね、経済政策だけ見ててもですね、どうもこれちょっと説明つかないんじゃないかなというふうに思ったりするんですけど、いかがですか？